今回は、仲井戸様に関する、小ネタを解説していこうと、思いますー。仲井発言を、ご存知の視聴者兄貴も多いかと思いますが、念のため復習しておきましょう。これを見てみろよ。家族がコンビニの廃棄を食う中、俺だけは仲井の飯を食う、YouTube やっててよかった。こんは、ふぅ。改めて見直すと、さはいますわよ。この発言は仲井戸アンチの間でも、よくネタにされています。私もこの発言はかなり印象に残っています。かなりインパクトのある発言であることは、もちろんのこと、一番面白いのは、仲井と、仲井戸が、微妙に似ていることですね。個人的にはそこが一番面白いです。おかげで、仲井戸、とかいうなんとも言えない、微妙なあだ名まで爆誕してしまいました。まあ、かくいう私も、マクドナルドとスキー家で満足する、神の舌を持っているんでね。仲井で満足する気持ちはわかりますよ。中途半端に舌が超えると、ろくなことがないですからね。安いもので満足できる体になることが、幸せになる近道ではないかと思います。それにしてもこの発言、なかなかパスミに溢れた発言ですよね。前も言ったと思うんですが、家族がコンビニの廃棄を食う中、っていうくだり、まるまるいらなくないですか。仲井を食う、美味しい、YouTube やっててよかった。これだけで行くね。それだけだったら、何の問題もない投稿なんですよ。でも冒頭に、家族がコンビニの廃棄を食う中、なんて不要な前置きを付け加えるから、若干パスミを感じてしまいます。仲井戸様は他にも、結構炎上しそうな発言をしています。例えば、案件をもらったゲームに関して、つまらないゲームの案件を受けるのやめます、と言ってしまったり、にわかには信じられないレベルの、失言をたまにしてしまう。彼はそういう性質なんだと思います。まだ仲井発言は、ネタとして笑えるレベルだからいいんですが、案件の発言に関しては、結構ヤバそうですよね。現に案件を受けた会社から、動画の削除要請が来たみたいですし、YouTuber とかお笑い芸人って、リップサービスみたいな感じで、思ってもないことを大げさに言うことが、結構あるじゃないですか。私も結構リップサービスはしています。でもそういうのって、ネタだとわかっていたり、あるいはユーモアがないと許されないんじゃないかなと。案件の発言は論外なので置いといて、仲井に関しては、どういう意図で発言したのか全くわかりません。理解不能です。誰かわかる人いたら教えてくれメンス。ネタのつもりだったんでしょうかね。でもそれにしてはつまらないですし謎です。例えばフラット工房兄貴は、動画でカードを投げつけるとき、マナー罰、というテロップを表示していました。あれは視聴者に対して、これはやらせですよ、というのを遠回しに教えているのかな、と私は解釈しています。フラット工房兄貴は多少やらかしても、あいつならやりそうだな、みたいな感じがあるじゃないですか。例えばレイヤーが、仲井発言をしていたら、こいつならそういうこと言いそうだよな、という感じで受け入れられていたかもしれません。仲井戸様のキャラ的に、ああいうゲスすぎる発言をすると、周りはドン引きしてしまうのではないでしょうか。さすがにあれは、仲井戸アンチもドン引きしていました。仲井戸様は、カードショップのノウハウだけでなく、そういう人間的な部分でも、フラット工房兄貴にいろいろ教えてもらった方がいいですね。これは、もちろんこれはリップサービスですよ。本気で思っているわけではありません。そんなことはどうでもいいんで、私にもコンビニの廃棄を回してもらえませんか。仲井戸様、最後までご視聴ありがとうございました。